質問は由意識について教えていただきたいと。由意識を理解する上で大事なことはですね、まずこの世界、この世界、私たちが見ているこの世界っていうのは、この世界っていうのは現実世界を目で見て心の中でそれを映し出して見ている世界なんです。わかります？僕たち、私たち一人一人がこの世界を、現実世界を見て、その見た自分なら自分が心の中に映し出される世界が、そうだから意識、この見ている世界自体が心の中の世界なんです、これ今か、あの例えばカメラってありますけど、カメラっていうのも実際にカメラがあるんじゃなくて、映し出す、心の中に映し出されて、このカメラっていうのは現実世界にはね、カメラがあるんです。でも私が見ているカメラはね、心の中で映し出されたカメラなんです。これを仏教では諸行と諸法で表されている。諸行っていうのは、ね、このカメラで言ったら目の前にあるその現実世界にあるカメラ、ね、それが諸行、で諸法っていうのはその現実世界のカメラを私が見て、ね、この目の前にこう間違いなく存在していると見ているカメラが諸法なんです。わかります？だから現実のカメラは私の心の外にあるんです。この2つの世界がわかるかわからないかがポイントなんです。っていうことは、その、実際のかか処方と処じゃ諸行と処方って違うかものだから、実際のカメラと、あと、あの僕たち、私たちが見てるカメラは別物っていう、そう、別の世界のものなんです、ね、諸行っていうのは現実世界なんです。ね、それに対して諸法っていうのは心の世界なんです。で私たちは現実世界のものを心の世界に映し出して見てるんです。だから私が見ているこの世界はもう心の中の世界なんです。ということは心の世界だからみんな見え方が、あの人がいる人分だけ、心の世界だから、はい、この例えばカメラに向けた思いは、はい、全部自分に返ってくるってことです。わかります？この世界で、
自分が世界に対して思ったことは、はい、全部自分に対して思っているのと一緒だってことなんです。例えばこのカメラはね、お金があるからじゃあ雑に扱ってもいいやというふうに思ったとしたら、はい、ね、雑に扱ってもいいやっていう思いは、はい、自分のことを雑に扱ってもいいやと思ってるのと一緒なわけです。だから自分に雑に扱われるっていう結果を受けるんです。ほんのちょっとだけちょっと理解したかもしれません。わかりました、はい、この心の世界だから、あの人憎い、殺してやりたいっていうふうに思ったとしたら、はい、それは自分を殺してやりたいと思ってるのと一緒だから、はい、実際に殺すことも罪が重いけど、はい、思う罪、思う罪も重いわけです、ね、でこの場合一回ポッと思うことが自分に返ってくるかっていうと、そういうわけじゃなくて、思い続けていることが返ってくるから、ポッと思ったら全部返ってくるかというとそうじゃないわけですよ。例えば、うわあいつ殺してやりたいわーっていうふうに思ったとしたら、その一回で、ああ私って死ぬかもしれないっていうふうに思うかっていうのは、そんなふうにはならない。その有意識っていうのは、一回思ったからそれが全部返ってくるかっていうと、そうじゃなくて、思い続けていることがポイントなんです。例えばこのカメラだったら、まあちょっと雑に扱いたいなって一回だけ思ったと。思ったから、じゃあ自分は雑に扱われるような人間かというふうに思うかとは思わないわけ。でもカメラのことを雑に扱っていいって思ってる人はいつも思ってるんです。いつもそのいつも思っていることが結果となって返ってくるんです。一回じゃないんですよ、いつもなんです。そうだから、ポッと一回出てきたものでも、いつも思い続けていることがポッと一回出てきたなら、それは結果として返ってくるんです。だから日頃から物は雑に扱ってもいいやって思ってた人が、ね、ああカメラもお金があるから雑に扱ってもいいやって思ったとしたら、雑に扱ってもいいやっていう、ずっと思い続けているという、ここが元となって起きてるので、一回しか思ってないかもしれないけど、ずっと思い続けているっていう意味ではね、それは結果として返ってくる。だからずっと、基本はずっとなんです。ずっと思い続けているものが結果となって書いてる。あのよく診断会の時には、その一回思ったらそれであのこうなって、まあすぐに結果が出ないとしても、それがたまるとなってたまるということを聞いた覚えがあるんですけど、はい、その一回思ったからそうなるんじゃなくて、ずっと、そう、ずっとです。ずっと思い続けていることが結果となります。うん、だから1回や2回思ったからといって、それが結果となることはない。ないけど、でも1回や2回思うっていうことは、その元にずっと思い続けているという素地があって思ってることが多いので、それは1回も思わなかったとしても結果となって返ってきます。あ、なるほど。それが思う思わないというのは表面に出てき
決まって意識したものですけど、その意識してない部分があって、はい、それがずっとだかっていうことが、そうそうそう、はい、だから有意識っていう、有意識っていうのはね、はい、心で思ったことがずっと思い続けていくっていうね、そういう状態なの。この思い続けていくっていう状態が、はい、それが結果となって返ってくるんです。だから思い続けているから、縁が来る度ごとにポン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 同じような思いが起きるんです。だから殺してやりたいって思ったその1回はずっと思い続けている中の1回なのか、それとも全くそれとはなしにポンと思ってしまったのかによって結果は変わるわけです。だから思ったからといってすぐに結果が返ってくるわけじゃなくて、思い続けているかどうかがポイントなんです。だからこの世界、この世界で私がその見えて、例えばね、プーチンさん、まあ分かりやすく言えばね、猿之助さんが重い罪を犯したから社会的な制裁を受けるべきだと思ったとしたらどうなります、森田さん。自分も同じような立場に立ったら、うん、みんなから白い目で見られる、うん、という結果を受けるんです。しかもそれはそんな遠くないんです。なぜかというと臨終になると自分の悪が見えるんです。そうすると世界が自分を白い目で見てくるように感じるんです。だからそんなこと思うものじゃないってことなんです。罰を受けてほしいなんて、だからもう心の世界にいるから、私たちはね、まなしきがあるからね、だから猿之助さんっていう人は私と違うと思っちゃうんです。そうですね、今そう、うん、うん、だから猿之助さんは罰を受けるべきだっていうふうにね、簡単に思えちゃうんです。でもその自分の思っている猿之助さんは実際の猿之助さんにここ思いが届くわけじゃないんですよ。じゃあこの自分の思ってる猿之助さん誰って言ったらね、自分自身なんですよ。それが有意識なんです。だからその猿之助さんに対して思ったことは自分に必ず跳ね返ってくるんです。それは一回思ったからじゃなくて、そういう思想があるからなんです。思想が、思想が元になって起きているものは一回だけだとしても、一回だけってことじゃなくてずっと受け続けるんです。わかりますかね。ずっと受け続けるんですよ。今一回思った、一回返ってくるんじゃないんです。仏教でいうその結果、報いっていうのはずっとなんです。なぜかというと、その思想が元になっ
って起きているものだから、だから自分が白い目で見られる世界が待ってるんです。罰を与え、罪を犯して悪いことしたら罰を与える、はい、それが正当な世界だと思ってると、そう、自分が今度何かした時、うん、自分が罰を与えて当然だろうけど、うん、でも実際そう思わないんですよね。いや、思わなくても有意識の世界ではそうなっちゃう。私たちは我で生きてるから、我で生きてる間は有意識の世界は見えないんです。自分を責めることになる。そうです。いや、責めるどころか、責めるどころか、本当に世界がもう本当に自分を責めてくるように感じるんです。だから心の中の世界だから、もうこの世界、見えてる世界が自分にそういうふうにやってくるように感じるんです。だからもう会う人会う人、私を白い目で見てくるように感じちゃうんです。ある人が言うんですよ、私のことみんないじめてくるようにですよって。この人もね、買い物行ったらね、スーパーで物を取ろうとしたらバーンと、ね、バーンと手を出したんです。絶対あれはわざとですよ、いじめですよ。あ、それは、あ、例えば猿之助さんに罰を与えた方がいいよっていう、その気持ちを抱いてるっていうことは、それがですね、はい、あれ、そうそう、それはもうすでにその思想として持ってるから、一回思ってるだけじゃなくて、その思想が元になって起きてるから。だから一回やったら一回帰ってくるっていうものじゃないんです。その思想が元になって起こしてる思いだからね、帰ってくる時はずっとなんです。そしたらこう猿之助さんを見て、こう、まあ、立ち直ってくれよとか、そういうこう、うん、形で見直さないといけない。そうです。だって自分に跳ね返ってきた時にね、自分が罪を犯した時に徹底的にやれっていうようなもんで、社会的制裁を受けて、みんなから白い目で見ていいんだ、その中立ち直っていかなくちゃいけないんだ、自分が跳ね返ってきた時に、そんなんで立ち直れるかってことです、うん、いや、猿之助と自分とは違うだろうなって。違うんですよ。それは現実世界に猿之助さんはいるけど、私が見ている猿之助さんは私の心の中の猿之助さんだから。あ、そういうことなんですね。プーチンさんも一緒ですよ。現世界のプーチンさんと私の心の中にいるプーチンさんです。プーチン、現実のプーチンさんがどんなにひどいことをしたとしても、死んでほしいなんて思わないです。いや、あの人いなくなれば幸せになるのになっていう世界が平和になる。それは確かに平和になるかもしれないけど、私が思ってるプーチンさんは私の心の中にいるプーチンさんです。これと同じようにね、キム・ジョンウンさんも一緒です。あ、そうですよね。現世界のキム・ジョンウンさん、あの人いなくなった方がいいなと。ね。それはそうかもしれない。だけど、心の中で見ているキム・ジョンウンさんだから、
ね、どんなにひどいことしたとしても許してあげなくちゃいけないんです。うーん、全部自分に跳ね返ってきますから。だから死んでほしいなんていう人は一人もいなくならないといけないんです。これ有識分かったら大変ですね。有識分かったらね、もうね、もうひどいことなんて思いません。思いません。私たちはね、それは自分と関係ないと思うから思ってるだけで、うん、それがマナ式の働きなんです。それが業になってしまうと、もう取り返しのつかないことに、そう、取り返しのつかないことになります。それで五章に結果が書いてある。マナ式のっていう段階で今こうある面こう、あ、これ有識だから思っちゃいけないなっていう具合してとどめとかないといけない。そうです、そうです、はい。有意識が本当に分かったらね、もうひどいことなんて絶対思えません。もう生前にそのどれだけ、ま、周りのことを責めれば責めてきた、責めるほどその臨終になって自分にそれだけ苦しみも大きくなる。そう、返ってくる。実際の周りの現実世界の人たちはその白い目で見てるわけではないんだけど、そうなんですよ、はい、そうだから、はい、そのある人も言ってたんですよ、私のことをもう毎日のようにいじめてくる、はい、しかもね、この人もいじめてくる、あの人もいじめてくる、これはきっと警察がリンクしてこの人たちを動かしてるっていうふうに感じてしまうんです。だからこの人の中ではいじめてくるのはもう真実なんです、心の世界だから。でもそれは現実世界の人がいじめてきてるわけじゃないんです。現実世界の人はむしろその 逆ですよね、その人に近い人ほど。でもそういう業あの種まきが5になってるわけだから、はい、もう そうとしてからもうこの世界に映し出されなくなっちゃう。そうです、そうです。でそれがマナ式があるから、はい、自分の心の中で感じていることが現実のこの人がやってると思っちゃう、うん、例えば白い目で見られてる世界に入ったら、はい、ね、その自分の世界が白い目で見られてるだけなんですよ、うん、だけどこの人が白い目で見てる、この人もってなると、え、この人とこの人は無関係なのに白い目で見てくるってことは、これはもしかして大きな組織が動いてるんだとかってなるわけです、うん、あれマナ式っていうのは現実の世界と自分の世界をくっつけちゃうっていう、そう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 、くっつけちゃう。だから心の中で起きていることを現実のことだと思っちゃうんです。
で、有識が分かってくるとだんだんと現実世界と心の世界がこう、うん、分かる。そうそうそう、だから心の中の結局現実世界でやってるつもりに現実世界だからね、自分とは関係ないからと思ってることは全部自分とは関係ないとはならなくてね、自分に返ってくるんだなっていうことが分かってきます。そして、ね、自分が感じていることもこの人がねきっと私のこと悪く思ってこういうふうにしてるんだとかね思ったとしても、それは悪く思っている世界にいるだけで、実際にそういう人が悪く思ってるかどうかわからないってことなんです、うん、ただどうしてもじゃあ思ったらいけないみたいな、その義務感、いやいけないってなって思い続けていた。だから仏法を聞いて思想自体を変えないといけない。それをいけないから思想を変えるにはやっぱり聞くしかなんか、そうだから聴聞に極まるっていう教えになるわけです。だから何でも言う、思想が変わればね、どれだけ罪を作っていたと思って全部チャラになりますから。思想っていうのはマナ式の中にある、マナ式の考え方、いやいや違う、思想っていうのは自分の中にある、うん、業によって、うん、例えば罪を犯した者は罰を与えるべきだという思想は生まれ変わってもそういう思想で生きてるわけ、うん、マナ式が変わるっていうことは現実と心を分けて、はい、で現実はこう確かに罰を与えてこう裁判はそうなってるけど、自分はそういうことはこう思わないよ。そうですね、それは全部自分に張り替えてくるから、うん、だから罰を受けるべきだなんて本当は思わないってことです。だからもう心の世界しか生きてないから私たち、自分の世界で言うと、まあ、猿之助さんとかプーチンさんなどスケールが大きいですけど、自分で言うとそのよく人は見てくれないとか存在に扱ってきますけど、どうしても物、自分の持ってるものとかも存在、どっちかというと存在に扱い気味なんですけど、そういうのも変えていったりすると、ちょっとそれは大事、はい、のように時間も取れるなってできて、心の世界もちょっと変わる、進む感じ、はい、はい、そうです、うん、で、それが抜けそうになったらもう一回、はい、また聞くと思うんですね、聞いてます、だからこれが有意識って、だから有意識が分かったら本当にね、生き方が変わります、うん、そしてその死んだら終わりっていう発想ではなくなります。なぜかというと、私のその思想っていうのは脳とかそういうもので決まってるわけじゃないからです、うんうん、本当に生まれつきそういう思想で生きてますから、うん、だから死んで生まれ変わっても罪を犯した者は罰を与えるべきだっていう思想で生きてると、はい、じゃあ今日は以上です。はい。